どうもボヒケンです。本日火曜日の朝です。シートね、昨日定休日を返上してちょっと乗っけたんですけど、またここで問題が発生しましてね、シートがね、ここにレバーがあって、これを押してグッてやると後ろに本当は下がるんですが、下がんないんですよ。でちょっと昨日、陣八さんと茶番劇を、茶番劇じゃないんですけど、昨日は真面目なお話をちょっと撮ってたんですが、その時にちょっと手伝ってくれなんつって言って、2人でこうシートをなんとか下げようっていろいろやってたんですけど、こっちが動くようになったんですよ。固着してたのが向こう側はね、何しても動かなくて、ちょっとこれはね、大誤算で、なんでかよくわかんないんだけど、多分レールの方が固着してると思うんで、今日ちょっとそれをなんとかしないとって思ってます。ちょっとやってみます。なんとかシートが下がるようになりましたな。よいしょ、映るかな、映んないかな。こっち、向こうにレバーがついてて、で、こっち側のレールのところにこう、なんていうんですか、ワイヤーみたいので連動されてて、で、こっち側にもこういう、それが引っ張られるとこう、ロックが解除されるんですけど、でもそのワイヤーも緩んじゃってるし、で、ここの、こう引っ張られるところが、固着しちゃってて、んで、昨日その辺に CRC、ラスペネですね、を、散布しといて、で、今軽くコンコンコンって叩きながらやったら、ガッて動いたんで、よかったです。一応これで、作業が全て本当に完了したので、今のところはですね、あとは内装屋さんに出して、っていう感じですか。その後はもうオーナー様が、車検をやってもらう車屋さんに出すというので、そんな感じです。んでホーンリングも本当はこれを鳴らしたかったんですけど、こちらのホーンリングのパーツが不足してて、どうしますかって言ったら、もうそのままでいいですって言ったんで、そこに一応別体ではつけたんですよ。押せば鳴るには鳴る。でもね、そこにぶら下げといてくれればいいですっていう感じになったので、そいつはもうぶら下げときますね。こんな感じですね。さて、今日火曜日、まだ2日ぐらいあるんで、ちょっと今日ね、今日明日で、よいしょ、あら、よいしょ、今日明日で、もう一回磨いてあげようと思います。今ね、軽くホコリを今落とし始めてるところですね。水拭きをして。いやいや、頑張ったな、頑張ったと思う。そうなんです、やっぱり予算なんですね。そういうのがあるもんで、僕も予算気にしないで本当に作らせてもらえたらすごく嬉しいんですが、やっぱそういうわけにはいかないんでね。もうそういう風にしたいんだったら、僕自身がお金という力をつけるしかないので、それでこの前の動画でも説明したんですけど、 YouTube っていうのを始めたっていうことなんでね、何年かかるか分かんないですが、2年3年4年とかかかるのかもしれませんが、それでもね、この前の動画で説明した通り、私が支払わなきゃならない、毎月必ず出ていくお金っていうのが、もし YouTube で稼げるようになったら、本当に僕がいただく作業代っていうのがゼロに等しい金額でもできるようになると思うんですね。それを目指して、また今日からもいろいろ頑張っていきたいと思うので、皆様動画ぜひよろしくお願いします。見てください。チャンネル登録、グッドボタンをぜひぜひぜひよろしくお願いします。さてインパラちゃんはやるかな。木曜日にシェビーちゃんが退院してくので、一回インパラちゃんをどかして、で積載が切って積み込むっていう作業をしなきゃならないんですが、
まあ、この間もちょっと動画でチラッと映したんですけど、ペダルがちょっとアクセルペダル、スロットルペダルですね、まあ、ちょっとおかしいんですよ。なんでペダルまでたどり着きましたなんせね、ファットな体型なのでね、やべ。さて、いやいやいや、これ固定されてないんじゃない？ガクンガクンだよ。ちょっと、あ、カーペット、あ、肩が痛くて分かんない。ちょっと話してみます。いてちょっとスカ食らうだけでいて、あ、ビリッつったぞ。おい、もうよっしゃ、僕の頭が挟まっちゃって、腕が、いやいや、ちょっとめくれないか、力じゃ。めくれたへえ、鉄板ビスで止まってる。手じゃないな、ちょっと外してみよう。痛い、あ、どうしよう、挟まった、マジか。スロットルペダルを止めてるのが鉄板ビスに見えるんですけど、もしボルトナットだったらと思ってちょっとボンネット側から見て、まあ、かろうじてあそこに見えるんですけど、やっぱ鉄板ビスですね、あれ。ちょっとそっち側からだとね、私が挟まっちゃって身動きが取れなくなっちゃうので、これ椅子これ以上下がんないのかな。しょんないので、しょんなくはないけど、まあ、こっち側から、いや、ちょっと外しにかかりたいと思いて、参っちゃうな。ちょっと、いや、うつ伏せになっちゃうと肩が上がんないんだな。痛い。よし。わあ、これなんだ、なんか抜かれてるな。これなんだ、え、あ、これコンピューターだ。そうね、俺どこだの、あれどこついてるんだ。まあいいや、あと先に、つい他を見ちゃいますね。今外しました。ちょっと持ってってみましょう。こりゃひでえ久しぶりにひでえねえ、俺じゃな固定なんかできんわな。なんでこうしちゃったっていうか、なんでこうなってるんだろう。スカスカやんか。そりゃガゴガゴするわな。こんなんじゃよ、わかりますかね、全然ケースが違う。それをビニールテープ巻いて近いとこまで持ってって刺さってた。それはこうなりますよね。いや、何ですかこれ、なんでこんななっちゃってんの。ここにはまるやつがなくなっちゃったから違うのつけたのかな。それかなんかスリーブでも入ってたんだろうか。同じタイプのやつあったっけ。スリーブボックス、なんか合うようなやつ見ようかな。これ近い、打ち込んだら取れなくなるだろうな。近いけど微妙に緩いね。こっちは、こっちも入るな。 K がこれで、外径がこっちか。これだな。いや、これでも微妙に緩いのか。よし、ペッ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 ペ
あれどこ行った？またねえじゃん。どこだよ。あった。やべえな、記憶力はもうおかしい。あんまり、よいしょ、カットする方は必要ないから、とりあえず見といて。線路の外で行きます。こんな感じで、なんていうんですか、ガタガタだった径を、ここの内径に合わせたスリーブを入れて、ただやっぱりこっち側とはぴったしくないので、まあ、ちょっと発想の転換というか、まあ、くっついちゃえばいいやと。そうすれば、まあ、ガタつきはなくなるので、ゆっと、見えない見えない、どこや、おっと、ちょうどよく入ります。こんな感じで接合しちゃいました。今溶接した箇所のこの、こっち側とこっち側の側面だけ、シャーシブラック錆止めですね、入れときました。でちょっと今日はいい天気でね、日差しもあったかいのですぐ乾くと思います。2分。今からお昼ご飯を食べます。今日のお昼ご飯は一平ちゃんです。一平ちゃんのわさびマヨネーズ付きのやつ、これね、食べてみたかったんですよね。保存食で3つ買ってあります。そのうちの1個です。